スタートしました。ゴールドカルラいいスタートを切りましたが、内からおまわりさんが飛び出していきました。さらにリアエスペランサが2番手で、内シャドウシューター3番手、外マイネルエミ4番手です。そのうちにシングミラクルも早め5番手につけていきました。6番のマドンナスマイル、さらに外からゴールドカルラ追い上げていって向こう正面中間、その後はタケデンゴールド、さらには7番のヒールゼアハーツ、その外15番のミラクルカクテルと、ここは広がって1200を切りました。その後2馬身差、中段になったレッドグランディス、インコースはデラモーレ、3コーナーに向かって3馬身4馬身ベルッドアルピナ行きました。あとは2馬身がいて金太君同線シフト、3コーナー続々 1000m 切って、2馬身3馬身ホットラッシュが後方から2番手1頭ポツンと、モリトルピナスが遅れています。3コーナーから4コーナーに向かっていきます。おまわりさんが逃げる展開、800を切って3馬身リードを取っています。そして単独2番手にゴールドカルラが上がっています。その後2馬身差、リアエスペランサ、外マイネルエミュー、内今日は早めに行っている新軍ミラクル、3番手3頭が横に広がってシャドウシューター、そして外からマドンナスマイル、第4コーナーカーブから直線に向かいました。逃げますおまわりさんリード、2馬身から3馬身やや内を開けて走って、まもなく残り400にかかります。叩いてゴールドカルラ、ゴールドカルラ2番手から差を詰めます。そして内出し沿い、その内から新軍ミラクル、3番手から2番手を伺って、その後2馬身がいてタケデンゴールド、今4番手坂を登って、あとは3馬身がいて大スパからヒールゼアハーツ追い込んで200を切りましたが、逃げる逃げるおまわりさん、おまわりさんリードは3馬身、2番手争い、内から新軍ミラクル、ゴールドカルラ、外から叩いてタケデンゴールド、2着争い3頭、おまわりさん逃げ切ってゴール、2番手新軍ミラクルの優勢。